見た目はすごく犬に近い姿をしているんですが、体的には全然違う動物になります。ハイエナさんはハイエナの仲間ということになります。ではどういった特徴があるかというと、ハイエナさんまず頭からお尻にかけてたてがみが生えてます。このたてがみはですね、感情を表していると思っていただければ大丈夫です。興奮したりとかびっくりした時とか、あとは威嚇をする時なんかにも、たてがみを逆立てることがあります。このたてがみ結構20センチぐらいの長さがありまして、結構たっぷり生えてます。今はですね、完全に寝ている状態なんですが、全部逆立つとこんな感じになります。はい、こんな感じになってます。結構たっぷり生えてます。あとはですね、横から見た時のシルエットもちょっと違います。前足が長くて後ろ足が短い体の作りになっているので、横から見た時に背中が斜めになるようなシルエットになるんですね。でこれ実は馬とかキリンもこういう体型をしていまして、もともとは長距離走ったりするのには役立つそうです。こういう体型だと疲れにくいそうなんですね。ちょっと違う体型をしています。そして今こちらに出ているのは女の子のヨウコちゃんです。はい、体の色黒っぽいのが特徴ですね。とても目が大きくて小顔で美人なハイエナです。もう一頭男の子のダンキチ君という子もいるんですが、ダンキチ君は今お部屋の中にいます。なぜかというと、シマハイエナさんもともと群れを作らないです。単独で生活をしていますので、ダンキチ君とヨウコちゃん別々に外に出るようになっています。ガイドの時間はヨウコちゃんの出番なので、このガイドが終わったら次、ダンキチ君が交代で出てきます。ダンキチ君の方が茶色っぽい体の色をしています。あと結構元気なので結構走り回ったりとかしてます。元気いっぱいです。今ヨウコちゃんもこうやって前まで来てくれていますね。結構人懐っこくて好奇心は旺盛なんですが、もともとの性格はすごく臆病で神経質です。単独で生活をしていますので、身の回りに起こりうる全てのことを自分一人で対処しなければいけませんので、神経質が過ぎるぐらいが野生の世界だと生き残る確率は高いので、もともとはすごく神経質な性格をしているんですね。どうしても肉食の動物なので、姿を見るとうわ怖い怖いっていう方もいらっしゃるんですが、実際のところ肉食動物でも結構怖がりです。急に傘が開いたりすると、やっぱりびっくりしますね。すごくそのくらい怖がりなんですね。そして肉食の動物なので、食べるものはお肉なんですね。お肉なんですが、野生のシマハイエナだと他の動物が食べ残したようなお肉とか、あとは死んでしまった動物のお肉とか、そこら辺に落ちているようなものを食べているんですね。中にはちょっと悪くなりかけのものもあるんですが、そういうところでも気にせず食べちゃいます。すごくお腹が頑丈にできていますので、ちょっとくらい悪くなっていても食べれちゃいます。そして残り物なので、お肉もほとんどなくて骨と皮しか残っていないようなところもあるんですが、それも食べます。骨まで食べちゃいます。それぐらい顎の力がものすごく発達しています。噛む力が発達しているんですね。あるテレビの実験だとライオンの2倍ぐらい噛む力があったっていう結果が出るぐらいです。それぐらい、ものすごく、強い力で噛むんですね。そこに絶対に手を出さないでくださいってあるんですけど、絶対に手を出さないでください。穴が開くぐらいじゃすみません。多分なくなっちゃうと思います。そのぐらいの力を持っているんですね。はい、では手を差し出すわけにはいきませんので、骨を上げてみます。はい、骨です。まあ野生だともっと大きい塊の骨を食べます。あ、すごい。骨が上がってきた。あとはほぼ丸飲みしちゃいます。はい、噛み砕いては飲んで噛み砕いては飲んでっていう感じですね。消化能力もすごく優れているので、これぐらいの骨だったら丸飲みしちゃっても大丈夫です。ちゃんと消化できちゃいます。そして野生のハイエナさんだとうんちがですね、もう真っ白なんですね。真っ白でコロコロです。食べている骨のカルシウム分ですね、それだけが出てきているので、もう小石のようなうんちをしちゃいます。それぐらい消化能力が優れているので、うんちとして出てくるのはそういったカスみたいなところだけなんですね。それぐらいお腹がすごいです。はい、もうごちそうさまですね。そして
どうしても、まあ、死肉を漁るって言っちゃうとちょっと悪く聞こえちゃうんですけど、あのハイエナさんが残っているお肉とか、死んでしまった動物のお肉食べることによって野生の世界だとすごく重要な働きをしてくれているんですね。あの残っているお肉とかってそのままにしてると、すぐにいろんなばい菌が発生しますので病気の原因になっちゃうんですが、それをハイエナが全部食べることによって、周りもついでにお片付けをしてくれています。なので別名掃除屋とも呼ばれているんですね。そうですね、お掃除屋さんです。周りが残したところを自分は食べるので、まあ、究極のエコですよね。他の動物は食べ残しているところを自分たちは食べて生きていくことができます。とても地球に優しい動物なんですね。そして、動物園で揚げているお肉なんですが、まず馬のお肉を揚げてます。こんな感じです。はい、馬のお肉はですね、他の動物のお肉に比べてすごくヘルシーなので、動物園ではよく使われています。でこれもこの塊のままで揚げちゃいます。先ほどの骨もまあ数秒で食べるぐらいの、丸飲みしちゃいますので、あまり小さく食べやすくしてしまうとご飯がもう30秒ぐらいで終わっちゃうんですね。なのでなるべくまあご飯の時間も楽しみながら、長くするためにあえて大きく切っています。そしてもう一個がですね、鶏の頭です。はい、かわいい。はい、うわーって思うかもしれませんが、これ首から下は皆さんが食べてます。この残りですね。まあ、なんで頭かっていうと、野生の動物は切り身のお肉とか食べないので、どうしても栄養が偏ったり不足してしまったりするので、鶏の頭をあげてそれを補っているんですね。あとはまあ人間残すところなのですごく安いです。動物園もあまり裕福ではありませんので、なるべく同じ栄養素で、安いものってなると人間の残した鶏の頭を食べてもらっているんですね。まあ、野生の世界でも他の動物の食べ残しを食べ、動物園でもこうやって人間の残したところを食べてくれているんですね。で、1日だいたい、ちょっとこれもうちょっと量があるんですけど、ちょっとこれ少なめですけど、1日だいたいこんな感じ、1.4 キロぐらいは食べます。あと、これも食べます。はい、お野菜と果物の盛り合わせですね。これも食べます。はい、そうなんです。肉食の動物ではあるんですが、食性はほぼ雑食に近いですね。もう私たち人間と一緒で何でも食べます。ヨコちゃん、あ、そうですね、これ茹でてあるやつですけど生でも食べれます。人参とトマトとバナナとオレンジとあとパンとリンゴとキャベツと白菜とかですね、こんなものも食べちゃいます。今ちょっとあそこからヨコちゃん覗いてたんですけど、大体私があそこからこうちょっとお野菜をおやつであげたりしてるので、多分それで覗きに行ったんですよね。こんなものも、喜んで食べます。こんな野菜まで食べるハイエナさんなので、ちょっとハイエナというと他の動物から獲物を横取りするっていうイメージがあるかと思うんですけど、実際のところはですね、もうシマハイエナさん単独で生活をしていますので、わざわざ他の肉食獣に喧嘩を売って獲物を横取りするなんてことはしません。すごく怖がりな性格なので、そんな喧嘩を売って横取りなんてわざわざしないんですね。まあ、他から横取りするのもリスクがありますから、返り討ちに遭う場合もありますので、まあ、残っているお肉を食べることができますからね、ハイエナさんは。残っているお肉を食べています。それで足りなかったら、木の皮をかじったりとか、あと虫とかも食べれますので、案外ひっそりと生活をしています。そしてよくテレビで出てくるハイエナさんなんですが、ここにいるシマハイエナとは違う種類なんですね。ブチハイエナっていう種類なんですが、一般的にテレビで出てくるのはブチハイエナさんです。ブチハイエナさんは群れで生活をしているんですね。同じハイエナなんですけどちょっと違います。群れで生活をしているので、もちろん残り物のお肉も食べているんですけど、それだけだと群れの全員がお腹いっぱいになれませんので、もうちょっとお肉を食べる必要があります。そういった時ですね、ブチハイエナさんはちゃんと自分たちで狩りをして獲物を捕らえています。あまり知られていないんですが、実はブチハイエナさんって肉食獣の中でもかなりトップクラスの狩りの実力者の実力を持っているんですね。すごく狩りが上手なんです。群れのリーダーは代々女の子が継いでいくシステムなんですけど、まあ、すごく頭が良くてコミュニケーション力も、すごい、すごく優れているので、まあ、群れの統率がすごくいいんですね。まあ、女の子なのでしっかりしているんですね。すごく頭がいい動物なので、狩りの成功率もすごく高いです。で実際のデータでも、ブチハイエナさんの食べているお肉の半分以上は自分たちで仕留めた獲物を食べているというデータがあるぐらいです。そのぐらい、狩りが上手なんですね。でその残りの半分ぐらいは残っているお肉も食べていますので、実際のところそんなに横取りはしていないと
思われています、ちょっとどうしてもテレビの中だとハイエナばっかり横取りをするような映像があるんですが、たまにしか行っていないみたいなんですね。ブチハイエナさんはですね、体はすごく大きいです。ハイエナの仲間の中でも一番体は大きくて、シマハイエナと比べても一回りぐらいは体は大きいです。70キロとかそのぐらい体重があるそうなんですが、ライオンさんがですね、体重200キロぐらいあります。で、顔の大きさも顔だけでこれだけあります。こんなに大きいんですね。ちょっとさすがに体の大きさも違いすぎますので、普通に喧嘩をしたらライオンさんの方が絶対強いです。ハイエナは確実に返り討ちにあっちゃうんですね。本当にライオンからの横取りなんてめったにしないそうですね。むしろライオンがハイエナの仕留めた獲物を横取りすることの方が全然多いそうなんですね。ライオンさんは力は強いんですけど、ちょっと足が遅いので狩りが下手っぴなので、よくハイエナから獲物を横取りしているそうなんですね。横取りというとちょっとずるく聞こえちゃいますが、そうでもしないと生きていけないぐらいすごく厳しい世界で生きているということですね。もちろんハイエナもたまには横取りすることはあります。それどころか肉食獣であればみんな横取りはしてます。みんなやってることなんですね。ちょっとどうしてもハイエナだけの専売特許みたいな言われ方をするんですが、みんなやっていることなので、そういう世界に生きていると、ご理解ください。では結構いい動物なハイエナさんなんですが、どうしても世間一般のイメージだとまだまだ悪者にされがちです。ライオンキングの中でもちょっと悪い役になっているんですけどね。なので、皆様は今日真実を知ったので、ぜひ今日からは、ハイエナさんを応援する側になっていただけたらと思っております。そしてシマハイエナさん、すごく珍しい動物なんですね。関東だとここの動物園でしか見ることができません。日本全国でも5カ所ぐらいしか見ることができないんですね。すごく貴重な動物なので、ぜひこういった機会にですね、ハイエナさんのこともじっくりと見ていただいて、もっともっとハイエナさんのことを好きになっていただけたらと思います。そして、ぜひ共感していただいた方はですね、今サービスセンターでこちら販売始めました、シマハイエナのポストカードですね。これ団吉君と陽子ちゃんが一緒にいるところのなんですけど、他の動物の絵柄もありますので、全部動物園オリジナルの商品になってますので、ぜひ後でサービスセンター覗いてみてください。はい、それではハイエナのスポットガイドこれで終わりになります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。はい、もう陽子ちゃんが待ちきれないみたいですね。シマハイエナの場合はこういう鳴き声しますね。シマハイエナは単独生活なので、あんまり声でコミュニケーションを取るってことほとんどしないんですね。ブチハイエナだとこうウヒヒヒヒって感じの笑い声です。本当にそんな感じですね。多分 YouTube とかで探せばあると思いますよ。多分英語でラッピーハイエナって笑っているハイエナって検索すると多分出てくると思うんです。本当に人間みたいな、笑い声みたいな鳴き声をするんですね。シマハイエナさんはほとんど鳴かないです。ご飯をねだるときにこううわーって言ったりとか、そのぐらいです。声を出してっていうことはそんなないと。うなり声っていうところが近いと思う。ちょっとここの札だけ先にダンチー君に変えちゃいます。ヨーコちゃんの。ご飯。野菜も食べる。